ちらに向かって、はい、山田さくらさんです。お疲れ様でした。ありがとうございます。ラストシーズン、そして初めての全日本のフリー、いかがでしたか？楽しかったんですけどちょっとごめんなさい、やっぱり、もうちょっとちゃんとした演技したかったなと思うんですけど、なんか本当に最後なんだなと思って、なんかまあ一応ちゃんと会場見渡してなんかいろんな感情がこう来たフリーでした3回目の全日本にしてこのフリー進出、こう改めてこういろんな思いもあると思いますが、どうですか？まあ単純にフリー進めたことはすごく嬉しくて、やっぱり今までせっかく来たのにフリー滑れずに帰るってことがあったので、やっぱり素直にまあ嬉しいのは嬉しかったんですけど、やっぱり西が良かったからこそもうちょっと、いい演技で、まあ、フリー進んで、もうちょっと、自分の力を出し切りたかったかなと思います。この代々木の舞台というのは2005年に憧れてと、そして最後のシーズンにこの代々木で滑れたっていうのはいかがでしたか？テレビで見てたもう世界だったので、なんか実感というか、もう滑り終わってからああもう私ここに来たんだなって思って、もう嬉しかったです。これまで応援してくれたファンの皆さんに最後にカメラに向かって言葉いただいてもいいですか？14年間まあいろんなことがあって、やっと最後のシーズンに、こうやって全日本のフリーまで滑れたのは皆さんのおかげだと思うので、あと3ヶ月弱も応援よろしくお願いします。全日本お疲れ様でした。山田さくらさんでした。ありがとうございました。